はい、2021年10月11日月曜日、足細ガラスのラビとそこでね狭いケージでくーちゃんと和獣、前のケージは今朝ちゃんとゆうちゃんのケージになっちゃったから、ちょっとそれだとね狭いんだよね。珍しくくーちゃんが、まあ、いつもだと外は警戒してね固まってるんだけど、今日は張り切ってますね。ちょっと油断すると後ろにヨロヨロしちゃうので、ちょっともう一回り大きいケージ買ってあげないとね。その前に朝ちゃんとゆうちゃんが男の子同士なので、朝ちゃんゆうちゃんにそれぞれ個室を買ってあげて、今使ってるやつをね、くーちゃんたちの日向ぼっこ用に、まあ、あんな感じだから大きいねたらいで水浴びした方がいいのにと思うんだけど、どういうわけかね、あのたらいじゃないと水浴びしないんですよね。保護カラスあるあるで、結構ねこだわりの、もうお気に入りの、ちっちゃい時に一回気に入っちゃった桶、自分が大きくなってもそれじゃないと水浴びしないとかね、そういうのもあるみたいです。おばあちゃんばあちゃん超迷惑そう。ファイジュー、ファーたん困ってんの。いや仲良くさ、明日からしばらくお天気が悪いから、今日存分に楽しんどいて、すっごい水が出てくる。はい、というわけで明日からねしばらくお天気悪いみたいなんで、今日はまあいろいろ洗濯とかね、あとみんなの日光浴もね、今日もうラビちゃんもここで日光浴ね。ワンワンちゃん返事した。うん、ワンワン、うん、南風が結構強くなってきたので、うん、今28度超えてる感じ、もう3時回ったところなんだけどね。あ、こないだの台風でね海が荒れますよね。そうすると海藻が結構打ち上がるんですよ。うん、わわんね。でその大量に打ち上がった海藻が当然ながら、うん、腐っていくんだけども、そこにねハエが卵を産むと、うん、ウジがね一日で湧くんだよね。まあそのウジのおかげで打ち上げられた海藻もどんどん分解が進んでいくんでね、あっという間にはなくなるんだけど、それまでの間数日間がね、うん、臭いんだよね。うん、濃縮された磯臭さというか、なので南風だとその海の匂いがこっちに来るので、うん、え、しかも、うん、海からの湿った重い空気が流れてくるので、海沿いに暮らしてるとですね、何でもカビやすいね。綺麗にしとかないとね。うん、ちょっと水しぶきとかそのまま放置しておくとすぐカビが生えるので、なかなか田舎は大変ですね。革製品なんて絶対ダメです、どんなに大事にしてても。うん、もうなんかビニールとかで密閉とかしておかないと、もうあっという間にすぐか、うん、カビちゃうからね。まあ海沿いで暮らすんだったらもうね T シャツに魚さんだね。魚さん最高。
1000円ぐらいで何年も履けるもんね、あれね。すごいよね、日本の技術素晴らしい。というわけでラビちゃんがここでね、でクーちゃんはちょっと水浴び一段落ついたのかな。でよいしょ、ここにココちゃん、ココココちゃんもね、ハイカール中でここチクチクしてるね。うん、ココタン、ココは必ずお返ししてくれるんだよね。カイカイってしてあげるとね。ここチクチクね。そしてここにいるのはメグ、メグルちゃんね。メグルくんだった。うん、男の子だったのね。うん、そしてエンビ。エンビくん、ついねエンビくんって言っちゃうんだけど、エンビちゃんなんだよね、女の子でした。エンビ、今日ねラビちゃんがちっちゃい虫をプーンって飛んでるやつをパクってしてくれたので、それをエンビに、うん、あげてね。エンビはちょっと右の視力に難があるので、動いてる虫とかは全然捕まえられないので、ちょっとね見当違いなところをつくんとしたりするので、なのでラビが捕まえた虫をたまにもらってるのね、おやつにね。はい、そしてこの下にはキジバトのマールくんがいます。まだまー、あ、ちゃん求愛してくれるんだよね。まるー、うん、キジバトの求愛ダンス、求愛土下座。まるー、まー、あ、ちゃん昨日目薬したのね。右目の眼球がですね、うん、原因不明でね、保護した当初まだちびっこだったんだけど、眼球の奥がどんどん海が広がっていって、原因もわからないし薬も全然効かなくて、どうなることやらと思ったんだけど、眼球が萎縮して、でもそのままねストップしたので、目だからね脳に近いので、それがどんどん広がっていって脳に影響が出たらどうしようとか思ったんですけど、大丈夫でしたね。まるなんだけど、このね目がちょっと心配なので、目薬をねたまに防腐剤とか入ってないやつ、それはね目薬チクンってしゅんだよね。以前ね、マールに目薬してる動画あげたのと、あと、ほしろくんにもね、痛いよ、ラビ。ほしろに目薬をしてる動画もあるんですけど、目薬の仕方、どうしたらいいのかっていう人はちょっと参考にしていただくと、そういう機会はそうそうないと思いますけどね。でもあった。左目は綺麗なのね。右目がね、でもよかったね、回るね。綺麗だね、回るくん。で、ラビちゃんが、ラビがね、やきもち焼いて、もう足つついてたでしょ。くーちゃん、水浴び終わったみたいだから、ちょっと、うん、行ってこようかな。お水を。うん、日向ぼっこするのにオケが邪魔だろうから。うん、はーい。さあ、ラビちゃんはここで、いて。いや、いいよ。うん。へぇ。うん、はいはい。はい、というわけで、くーちゃん。もうちょっとさ、乾くまでいればいいのに。帰る？ああ。じゃあちょっとそれさ、うんち流すから待ってて。ああ。じゃあ、くーちゃん帰ろうか。うん。
待って、ここを開ければ。ああ出られる？自分で出れる？よし早く早く。早く早く。もうちゃんとさ、ブルブルってしてからお家入って。どうするの？うん、ちゃんとバサバサバサって水切ってからね。よいしょ、はい、帰ってきました。さっぱりした？楽しかった？水浴び。ここ新しいの入ってきてる。あ、はーい。顔かいいの。買い替えしようか？え？自分でキレキレしといてね。